は女性の体を最大限魅力的に元気にしなやかに導いてくれるエクササイズです。初めての方もぜひ一緒にレッツエクササイズ。ヘヒちゃんダンスの基本の動きをお伝えさせていただきます。膝とつま先を必ず同じ方向に向けてください。軽く股関節を支点に後ろに折っていきます。この時にかかと、お尻、背中、後頭部が一直線上になるようにしてみましょう。また肘の位置も前に来たり後ろに来たりしないように、体の中にしまい込むように、肘が後ろに行ったり前に行ったりしないようにしていきます。股関節を支点に軽く膝を曲げます。そして骨盤をきちんと立てます。基本の縦の動き、尻尾を振るように後ろにお尻を持ち上げます。尾骨が上に行くようにグッと背中をアーチ状に持ってきます。そしたらスプーンをすくい取るように体を真っ二つに折るイメージで恥骨を持ち上げていきます。お尻を上に引き上げていきます。引き上げた時に座骨がこう来るように、尾骨が上に向くように変えていきます。足の体重はかかとに 70%、 ちょっと指を浮かす感じにして足の裏の筋肉を使ってエクササイズしていきましょう。アッパーポスチャーといって胸は上の方に上げたまま持ってきます。肋骨引き上げていきます。 OK、 便利は knees arm do トロワーカトル。前に来た時にアクセント、胃を真っ二つに折った時にアクセントで内膝、股関節、ここをまっすぐのラインに持ってきましょう。 OK、 イムリーイムワ、イムリーイムワ、イムリーイムワ。頭はぐーっと上に釣り人形のように引き上げていくイメージで体幹取っていきます。次はアルファベットの大文字の V をイメージに股関節から上にアップして内膝を引いていきます。そしたら腹筋、大文字の V をイメージに横に行くというよりも斜め上に引き上げていきます。股関節に隙間が出るように背骨はまっすぐ上に持ったまま引き上げて腹筋、引き上げて腹筋、便利に引き上げて腹筋、引き上げて腹筋、1、2、3、4、5、6、7、8。腰を回してみましょう。 OK、 アッパーポスター肩整えて後ろに引いて下げます。ここに持ってきて Bend your kneesAnd arm do トロワカトル。カトルにアクセントを置いて胸が下がらないようにしていきましょう。肩の力抜いて arm do トロワカトル、 arm do トロワカトル。メニューに arm do トロワカトル、 arm do トロワカトル、 armドゥトロワカトル、アンドゥトロワカトル、アンドゥトロワカトル、サンクシスセッフィー、アンドゥトロワカトル、サンクシスセッフィー。 OK、 アンドゥトロワカトル、サンクシスセットフィー、アンドゥトロワカトル、サンクシスセットフィー、アンドゥトロワカトル、サンクシスセットフィー。